ゴジラの方が最近乗ってんの？え？あれは？ガラクリ。うん。ガラクリも乗ってるよ。また乗ってみてや。あれ好きでしゃあないで。どっちの方やった？オレンジ？オレンジ。オレンジ。うん。あれに、あれナイラック乗ってんねんな。めっちゃいいね。ほんまに？金ですか、見たことなかった。ガラク号で検索したら。うん、一発出てくる。これ、XSK？正式名は？ん？ DSK って書いてある。DSK。韓国。配送世紀。はい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 。多分僕、実物見たら初めてやん。ああ。まあ一番最終型や。はい。ほんま一番最終型や。大東製品な、うん、あーすごいわ。うちのよりまだ2年ふる4年ふる、うん、うちのメンバーでも骨が多いだけどまだまだ上にはいけるから言うたら現行車と言われるからただこれ言えるのはほらワンオーナーだけ、ナンバープレートのワンオーナーだけ。これもったい返すのもったいないやんか、税金で払ってんの。すごいな。多分ええ勝負ちゃう、スピードは。スピードでも100キロ以上出るで。あ、ほらこれ負けるわ、うん、100前後で止まってしまう。100以上出るから、その時もまあ、100以上出る。高速乗れるんやろ。乗れる一応。それはすごいわ、うちも高速が不安でじゃない。でもなんか、まあその走ってる限りではこっちの方が振動少ない気がしたね。なんか信頼性というか、まだ慣れてないから、そんなに乗れてないからね。すごい、どこエンジンかけてるかな。これはキック？キックしかないんですよ。いけそう。え、そのキックの方式？うん、ここまで出しましょう。ここまで出しましょう。あの黒い黒白のバイク、なんていうバイク？いや、それもなんだ、そういうなくてもね。大東製紀っていう昔のメーカー DSK。 これですか？そうです、そういうなくてもね。あ、そうなんですか。こっちまで出します。あ、いや、こっちを下。いける？これよりまだ4年古い。これよりまだ4年古い。そうなてる。Yeah.